漫画家マリナシリーズは藤本ひとみによるライトノベルシリーズ。初期はミステリー色が濃く、主人公であるマリナは探偵役だった。1985年第一作漫画家マリナ最初の事件、愛から始まるサスペンスが出される。イラストは谷口あゆ甲賀ユン。映画化されていて映画ノベライゼーション、漫画家マリナタイム、スリップ事件。 愛と剣のキャメロットもシリーズのうちの一冊として出版されている。未完であり、現在は絶版のため入手困難となっている。三流少女漫画カマリナに訪れる事件をゆるーく解決しちゃうお話。アニメ映画、愛と剣のキャメロット漫画カマリナタイムスリップ事件が1990年8月25日に公開された。ムーン。 ライト伝説黒い瞳のシルフプラチナ、トワイライトルックフォー、マリナレディーパープルハウリングシノビオルダークネス、エクスカリバー俺たちの野草曲闇の、白デビルアイズデンジャーラビリンス君に再会グローリー、ONU、ドラゴン体観式アムールアイト剣のキャメロット、漫画家マリナタイムスリップ事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。